開封の儀、それではですね、アンジュルムの新曲ですね、サインとそして、3枚ですね、今回あの初回限定のは、まあ、通常版ですねの3つですねご紹介いたします。まずサインですね、今をときめくですね、アンジュルムエース上國料萌ちゃん、上國からいただきました、ありがとう。サインですね、しかも当日リミスタのインターネットサイン会で、私の名前も呼んでいただきまして、本当にダゴありがとうとね、熊本面でとってもありがとうという意味ですけれども、実はですね、これを用いましてですね、今現役のハロープロジェクトのアイドルですね、モア実美というんですけれども、各グループ5グループありますけれども、それぞれの一押しのサインが集まりましたね。5人中ですね、なんとまあ4人私名前を呼んでもらいました。まあ1人だけジュースジュースのダンバラルルちゃんはですね、ちょっと名前呼んでいただけなかったんですが、サインはいただきまして、一応コンプリートでございますね。まあ高橋親方ということで、ですね、ちなみにこれね、サインわかりますかね、これ萌えと書いてます。で、とある生き物を模してるんですけど、わかりますか、これ。そうなんですね、猫ちゃんですね。神子のですね、お家には確か3匹猫がいたんですかね。まあ有名なのがウーロンちゃんということで、黒と白の8割猫、タキシードキャットがね、います。可愛いんですけれども、ね、猫好きということで、うちも実は前のね、5年前までいた猫はですね、同じ8割の黒白の猫でしたけれども、そういう意味でもこう、なんか縁を感じるなというか、親近感を覚えているのも事実です。ただですね、これ、多くの方が間違えられている、かっこ私も含めてなんですが、これね、なんか、サインが、魚に見えると、フィッシュにですね、見えるということですけれども、これは猫ちゃんということで、ね、ご本人おっしゃってましたので、ね、神子、ありがとう。ということでですね、続きましてこちらのシングルの方ですね、初回のこの通常版ですね、にはですね、トレーディングカード入っています。まあ、メンバーのソロですね、一人ずつ、もしくは、グループの、まあ、寄せですかね、全体ショットがございます。さあ、ということで、実はですね、今回が実は初めてアンジュルムのですね、CD を買うんですね。ということでね、相当楽しみですが、まずこちらのですね、はっきりしようぜバージョン、こちらね、開きます。じゃんじゃん。ね、クールでかっこいいですね。さあ、誰が来るかな？じゃん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 。いきます。3、2、1、オン。お、若菜ちゃんだ。松本若菜ちゃん、ほんと。今14歳になるのかですかね、中学校2年生。本当歌声すごいですね。大器晩成が46年6年なんか知らないですけど、ちょっとごめんなさい、アンジュルム曲詳しくないんですが、ニコ生で今年ひなフェス見た時の歌声もすごかったですし、内申書がもうほぼ美術が4点以外なんです。あと全部オール5っていうね、通信簿かなりすごい子ですね。で、先ほど私のブログではちょっと載せたんですが、鈴木愛理ちゃんにも結構似てるんですよね、若い頃。で、私ちょうどツイッターを今日夕方見ていたら、なんと若菜ちゃんがあって、その上にこう鈴木愛理ちゃんがいたというね、アングル、ブログ載せてますんで、よろしければご覧ください。私のですね、地元の、それこそモーニング娘。とカイディが好きな子がですね、松本若菜ちゃん、大好きということで、ちょっとこの子にね、その子にちょっとあげようかなと思います。じゃあ、はっきりしようぜは、松本若菜ちゃん。次、泳げないマーメイド行きましょうね。私、まあ、この3曲ね、ありますけど、こちらね、バラードっぽいというか、おしゃれな曲ですね。さあ、じゃんじゃん。さあ、こちら、水色です。さあ、誰が来るかな？じゃるん、じゅ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 るん。じゃん！お、リカ子！いやー、佐々木リカ子ちゃんね、またかっこいいですよね。リカ子ちゃんも私結構好きで、ダンスがもうね、うまい。で、背も高くて、で、モデルですね、今度キャンキャンですかね、専属モデルになったということで大出世ですし、なんといってもですね、こう、かっこいいんですけど、実は一番涙もろくて面白いっていう、このね、ギャップがね、好きで、かっこいいリカ子と、かわいいリカ子両方、楽しめるというところが素晴らしいですね。
もうダンス、もうとにかくダンスがまず一番ですし、モデル、ね、というところで、リカコ、これ人気メンバー揃いましたね。さあ、最後、こちらですね。愛されるとですね、A or B。こちらのね、ミュージックビデオ、かっこいいバージョンと可愛いバージョンがあるって昨日投票があったんですけれども、私可愛いバージョンで応募したんですが、最終的にはかっこいいバージョン、ダンスカットバージョンがですね、アンジュルムの公式の YouTube チャンネルで公開されましたが、さあ、ね、A or B のメンバー、じゃん。たけちゃんだ。ね、リーダー、竹内あかりちゃんです。今回、私が、ツイッター結構最近、本当ハロプロの、ハロータのですね、方の、このツイッターフォローしてるんですが、タケちゃん多いですね。で、正直顔ね、結構痩せたと言いますか、可愛くなりましたよね。もう元々可愛いで愛嬌があるんですけれども、リーダーは何と言っても、書道が上手いんですよね、まず。私、字が綺麗な人本当好きなんで、ダンバルルちゃんとかそうですけれども、ねえ、竹内ね、あかりちゃんの、竹ちゃんの場合は、字がかっこいい書道ですよね。師範代持ってますし、声も良くて、歌声がかなり、ね、うまい。声量もあって高い声が出せるというところが魅力ですね。ハロプロのですね、サブリーダーも務めております。ということで、こちらですね、以上のメンバー。まさにですね、ベテラン、中堅、ね、そして若手と揃った面白い組み合わせとなりました。ぜひですね、このアンジュルム3曲、新曲3曲ですけれども、いずれもアンジュルムの YouTube の公式チャンネルで、3曲とも、まずミュージックビデオがございます。そこではなんとフルコーラス聴けますので、まずはお試しに聴くというのも良いでしょうね。それでね、聴いて、あ、これ絶対いいなと思ったら、ぜひ、ぜひご購入ください。いろいろオンラインで買うとかですね、お店などで買うと、それぞれ、各店舗でですね、特典やですね、イベントの確か、もうですね、キャンペーンなどもあったはずですので、ぜひこれ買ってですね、あなたの日常に、コロナ禍の中でも楽しめる、このアンジュルムの楽曲をですね、楽しんでいただければと思います。で、今回10人体制、昨年の秋に9期ですね、松本若菜ちゃん含めですね、3人入りましたので、この、10人最初で、ご存知の通りですね、笠原桃奈ちゃんってことですね、私の中で次世代リーダーと思ってたですね、もういずれアンジュのですね、もうリーダーになってくれると私は信じてたこの子です。ちょっとピントが合わないけども、この方ですね、笠原桃奈ちゃんが卒業を発表されました。2021年のね、年内にまでは活動、されるということなんですけれども、今はやっぱりハロプロっていうのはどんどんね、新加入もいればね、このようにですね、卒業されるメンバーもね、います。本当にファンの皆様もね、おっしゃってますけれども、押せるときに押しておく。これ本当大事なんですね。特にこのアイドルというのは、本当少女から大人になるで、どんどん成長もしていきますし、アイドルが次のステップに進む子もね、で、いつかは正直卒業っていうのがあります。ね。ですので、この時期にしか聞けない、ね、押せない、ね、アンジュルムとかハロープロジェクトをですね、ぜひ本当一瞬を大切にして楽しんでいただければというような思いがあります。いや、正直カッサーの私卒業、正直泣きました。本当に。びっくりしました。けどね、思い切った決断ですし、本人も前向きで考えてますので、ぜひですね、アンジュルム、笠原桃奈として、そして、ね、その後の、また新しい笠原桃奈さんもね、応援しつつ、ぜひですね、アンジュルムやハロープロジェクト、応援していただけますよう、よろしくお願いいたします。それでは、開封の儀は、以上でございます。今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。よろしければですね、アンジュルム良かったとか、ね、親方引きが良かったね、今回も良かったやんという思う方、いいねボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ハロプロの話題ですね。イベントやリリースっていうのはだいぶまたね、とかハロコンとかも、ちょっと7月以降になるんですけれども、そのイベントの話題であるとか、何か今度メンバー紹介とか、あと最近とある方の写真集も買いましたので、その紹介などしながら、ハロプロの話題もですね、随時、ご紹介してまいりますので、ぜひ、交流してまいりましょう。それでは、最後までありがとうございました。今日も推しのために働く。